巨大な遺跡が現れ、旧世界の全てが再界と呼ばれる怪物たちに滅ぼされた。生き残った人々は廃墟の上にシェルターを建て、再界の陰に隠れていた。ある日、再界のコアを自分に移植することに成功した人が現れた。ついに人類は精霊という再界に逆らえる力を手に入れた。高い壁が建てられ、精霊の力もあり、人々はシェルターから出て再び日差しを浴びている。人間の希望を集めているこの場所はアークスと呼ばれている。だがある精霊がザーホレンスになった。精霊の恐ろしい本当の力が明らかにされた。全ての鍵が壁の外の壊滅寸前のシェルターにあることは誰も予想できなかった。戦術をお見せします。勝利の宴の準備をしておきなさい。すぐに戻るよ。はじめまして、長官様。ボガットゥンシェルターの指揮官である、シャーロット・ムーエン。あなたに敬意を表する。シェルターは長官様に任せるぞ。長官様に任せるぞ。兵士、前へ進め。前へ進め。
長官様。こんにちは。私、アイリーンです。長官？私、何か用事？頑張る。この土地の平和がいつ訪れるのだろうか。